皆さんこんにちはということでですね、僕ね、空手の黒帯なんですけど、今までね、何回か街のヤンキーの人とね、スパーリングしてきたわけなんですけど、僕がね、あまりに強すぎてですね、さすがにね、素人で相手にならないから、比較崩れと言いますか、ただボコボコにするだけをね、いじめ動画になっちゃったんで、今回はですね、どうにかして素人でね、両方で戦いたい。僕はね、ハンデをね、あげなくてはいけないなというふうに思いまして、そこで思いついたのがね、こちら、はい、ストロングゼロ、お酒ですね。空手黒帯の僕がですね、お酒に酔えば、素人でもいい勝負になるんじゃないかと。で今回ね、酒に酔った状態でね、スパイクスを飲んでみようというふうに思います。では行きます。早速ね、飲んでいきますんで、本当に飲みますから。ということで、ストゼロ。結構酒弱いんで、すぐ酔っ払うんで、ちょっと酔っ払うまでね、待とうかなと思います。ちょびちょび飲もうかなと思ったんですけど、そのちょびちょび飲んでもあかんでしょってことで、一気に行きます。最後一声。あれから30分ぐらい経ちまして、演技に見えるっしょ、ガチだから。ちょっとね、酔いが足んないってことで、7% もう一回いきます。もうね、見て分かる通り、これ化粧じゃないですよ、もう赤いです。でもうウイスキーもね、開けてまして、決まってます。ああ、喉が、まあ、こんな感じで決まってますんで、この状態でスパーリング始めます。ちょっとね、元気そうな2人出会ったんで、ちょっと声かけておこうかなと思います。ボコボコにします。あれ一緒ね、ここで今 YouTube 撮ってまして、空手黒帯なんですけど、まあ素人で、酔ってたら結構いい勝負できるんじゃないよっていうことで、どう？やる？いや、無理。無理？ビビってんの？いや、ビビってないです。逆にビビってない。俺が？なわけねえだろ。ビビってねえよ。やんない？やんないか。終わった。 OK、 やんない。結構元気なお兄ちゃんいたんで、行きます。空手黒帯なんですけど、スパーリングします。スパーリング、あ、スパーリングいけるっしょ。YouTube かな。 YouTube 殴られるの嫌。マジか、じゃあね。またね。ちょっとね、今ね、イケイケな切ってそうなやつ見つけたんで、ウイスキー飲んでね、ちょっと今来てるんですけど、ちょっと触っていこうかな。ね、ああ、誘うわ。あ、すいません。すいません。今、YouTube とかして、酒酔ってるんですけど、空手黒帯なんですよ。はい、まあ、お兄ちゃん、ちょっと、まあ、いけそうだなって、素人でしょ、素人だから、まあ、空手黒帯の素人と、まあ、空手黒帯の酒酔い、酔ってる空手黒帯と素人なら、全勝負するんじゃないってこと。ああ、どう？いい？はい。やる？本当にいいよ。はい。怪我したことしないよ。はい、ああ、自信ある。結構やってたろ、なんかじゃあ。ボクシングちょっとやってた、はい、今度はボクシングルールだけど、あー、はい、いいよ、ボコっちゃうけどいい、はい、あー、舐められてんね。動くか。行こう。まあ今なんかシャドウしてるんですけど、ちょっと見せてよ、シャドウ。あー、余裕余裕。あー、まあ、酔ってるけどね。酔ってても勝てるっしょっていうことよ。どう、自信っていうか、いける？どう？あ、いいますか。自信ある？自信は、まあありますね。舐めてんね、帽子もかぶってね。酔ってるからやっぱ、いいファンでしょ。まあまあ、いけるんじゃないですかね。本当に喧嘩とかやってた？いや、もう全然喧嘩やってない。ああ、一斉のボクサータイプか。真面目だな。俺みたいなアウトローとは違うって感じか。多分しすぎだろ。笑ったもん。まあ、3分ぐらいいい。ボクシングって3分12ラウンドでしょ。じゃあ、それやるか。よし、いっぱい。俺も酔ってるから水拳使うから。
大丈夫か。あ、すごい。すごい、来ました。あ、よくてもらえば強いか、やばい。残り1分半。やばいよ。30秒。総合ルールちゃうぞ。あるか。おら、あごい。あるぜ。ごい。10秒。終了。おい、どうや。じゃあ強いっしょ。強いっすね。まあ、ダウン風にしてやったけど、俺の方が強いっしょ。ね、ありがとうな。強かったっす。まあ終わったけど、どう。強いっしょ。いや強かったっす。ボクシングやったことないけど。お世辞じゃないよね。めちゃめちゃ当てられました。でしょ。俺当たってなかったよね。あんま当たってなかったっす。倒れてないよね。倒れはしたと思うんですけど。引き分けだよね、ルールで言えば。あ、そうだよね。いや強かったっす、めっちゃ。だからボクサーと同じぐらいってことでしょ。まあ、そうですね。ボクシングっしょ。強かった。はい、強かったって、まあ、酔ってても素人っていうかね、ボクシングかじったりするも勝てるってことや。ありがとうね。ありがとうまたやろうな。ということでね、バイン終わったけど、まあ、ぶっちゃけちょっと殴られたけど、日分けっしょ。日分け日分け。こうやって黒帯酔っててもボクサーと戦えるってことってことで、ハンデ上げてね、ようやくまあ日分けになったっていうか、やっとね勝負になったから、これからもっとね強いやつをやっていきたいから、コメント欄強いやつどう募集して。ということで今回、まあ、川崎でね治安悪いところでやってったけど、これからもねスパーリングやっていくんで。次回予告。僕は今まで数々の映画やドラマなどで街のヤンキーと肩でぶつかると喧嘩まで発展するというシーンを多く見てきた。そして僕はそのシーンが本当に現実でも起こるのかという疑問を抱く。そこで思いついたのが、オタクの格好をすれば本当にヤンキーが肩にぶつかった時に喧嘩を売ってくる説というものだ。そしてもし本当にヤンキーが喧嘩を売ってきたら、正体が空手黒帯である僕がヤンキーたちを返り討ちにしてボコボコにしてやろうという作戦だ。お楽しみに。